前回までのあらすじ、名古屋から中央本線で、中津川までやってくると、振り子式車両、383系を、使用した特急しなのに、発乗車。振り子の特性を、遺憾なく発揮するしなのに圧倒されながら、列車は JR 東日本管内へ、小バスでの車窓を堪能し、篠ノ井で下車。しなの鉄道の115系と、JR 東日本の115系を、乗り継いで、北陸新幹線開業後には、上越妙高駅となる脇野田駅へとやってきたのであった。上越妙高駅となる脇野田駅の周辺を散策した後、臨時列車の快速スイッチバック号に乗車して直江津へ。直江津では115系や特急あったか、その他臨時列車などの撮影に勤しんだのだった。直江津駅で1時間ほど列車の撮影をした後、1本しかない683系による特急、あったか、号に乗車。最初で最後の特急、八鷹の旅を堪能し、糸魚川からは普通列車に乗り継ぎ、車窓から見える一面の日本海と国鉄方特有のモーターのうなりを楽しみながら富山県へ。途中ではファンの方から全面展望を譲っていただき、私鉄電車との並走バトルを楽しみながら、列車は富山駅に到着したのだった。富山駅で再び列車の撮影をして、普通列車で高岡へ、高岡でトワイライトエクスプレスと特急北越の2号を撮影しようとするも、北越の遅れによりかなわず、遅れてきた国鉄色の北越に乗車して神奈川までやってきたのだった。3ヶ月ぶりの鼓門です。北陸新幹線開業カウンターもあと6日と表示されています。こうして無事に目的を果たし、あとは名古屋に帰宅するのみです。17時ちょうど発、普通小松駅に乗車して小松まで向かいます。七尾線用の415系です。北陸新幹線開業以降、金沢駅に乗り入れる定期の国鉄型車両は本列車のみでしたが、2021年には引退することとなりました。
も暮れてきましたね。出てから30分ほど、終点の小松駅に到着します。小松からは、臨時の特急サンダーバード94号に乗車して敦賀までワープします。後続の普通では帰宅時間が遅くなるので、特急課金していきます。サンダーバード94号大阪行きが9両で入ります。車内では金沢駅で購入した駅弁をいただきます。サンダーバードは JR 線の特急列車の中でも特に速い特急列車です。今回乗車した時、臨時列車ではあるものの、それを証明するかのような走りを見せてくれたように思います。7号車のお客様は進行方向、後ろ通り口をご利用ください。まもなく鯖江に着きます。お出口は右側です。ご乗車ありがとうございました。まもなく敦賀に着きます。お出口左側6番乗り場に着きます。サンダーバード敦賀で下車、ここからは鈍行で名古屋まで向かいます。まずは新快速で米原へ向かいます。ありがとうございました。まもなく前からでございます。ただいまから前の電車につなぎます。途中2階となります。これでお客様恐れ入りますが、しばらくお待ちください。米原に到着。ここからは大垣行きの普通列車に乗車しますが、大垣行きの列車の接近放送が流れ、到着シーンを撮影しようとしますが、なぜか列車は京都方面から入線してきています。後寄りの4両は改装列車後に入ります。グループ名古屋方面は終着大垣でお乗り換えください。なんと、221系、大垣直通の列車でした。第4回で乗車した311系の新快速が内装だったのか、定期運用だったのか気になったので、
この列車を狙って帰りたかったのですが、偶然、その新快速に接続するのが、221系の大垣行きつつ列車だったのです。では、221系に乗車して、大垣へ向かいます。偶然にもやってきたのが体質改善した車両だったこともあり、ドア上の表示器に文字駅案内が表示されています。東海の駅なのにチャイムは西日本という異色の組み合わせを撮影することができました。大垣駅に到着しますが、本題の311系は、いるのでしょうか？いました。定期による運用のようです。311系の、優等運用が残っていることに、驚きました。まさか、並走しながら大垣駅に、到着するとは思ってもいませんでした。実際、今年も311系による快速運用はご覧の、通りあるようです。では、この新快速で名古屋へ向かいます。岐阜まで各駅に停車した後、終わり一の宮。新快速列車豊橋駅です。穂積、西口、岐阜、尾張、宇都宮、名古屋、金山、大分、刈谷、安城、岡崎、遠田、蒲郡、終点豊橋の順に停まります。名古屋に到着です。八鷹、北越、その他、北陸新幹線開業によって見れなくなる列車たちに出会えた余裕に、下りつつ乗車してきた311系新快速を見送ります。